略戦争は日本の支配階級が終始一貫して取ってきた政策である。ここに田中覚書と呼ばれる怪文書がある。これは昭和3年時の総理大臣田中義一大将が今の天皇陛下に上奏したもんだと言い伝えられている。ことの真偽はともかくとして、太平洋戦争に至るまでの日本の支配階級の歩みが全くこの覚書の通りになってきていることは驚くべき事実だ。品を征服戦と欲せば、まず満門を制せざるべからず。世界を征服戦と欲せば、必ずまず品を征服せざるべからず。もし品にして完全に我が国のために征服せられんか、他の小アジア、インド、南洋等のおとき、異服の民族は、必ず我を畏敬して我に降伏すべく、世界をして東洋は我が国のものたるべきを知らしめん。これすなわち明治大帝の遺策にして、日本帝国の存立上、必要時たるなり、うんぬんといったものであるが。ではこんな危険極まりない対外政策を、なぜ日本の支配階級が取ったかというと、それにはまず日本の資本主義の性格を調べてみるのが一番よい。日本の資本家は、商品を国内で売るよりは、外国の市場で売ることの方を商売の第一主義として太ってきた。当然ここではイギリスやアメリカの商品と競争しなければならなかった。それにはどうしても値段の安い品物を作らねばならないわけだ。安い品物を作るためにイギリスやアメリカは非常に進歩した機械の力を利用し、大量生産によってやってきたが、日本の資本家はもっぱら手工業を中心に労働者を非常に安い賃金で働かせることによって、やっと外国の商品と競争できるような安い品物を作ることができた。ところで資本家たちにとっては、まことに都合のよいことには、日本の国内事情が安い賃金の労働者をいくらでも供給できるような仕組みになっていた。例えば農村では、大中の地主が土地を持たない百姓を半奴隷のように封建的な小作制度で縛り付けていた。そのため百姓の暮らしは極端に窮迫し、工場へ働きに出ていく者が次第に増えていくといった具合に、農村は工場労働者の供給の源になっていた。労働者の数があり余るほど多いのを良いことにして、資本家は思いのままに賃金を値切り倒して労働者を安く雇う。その結果、勤労大衆は商品を買うに十分な力がないことになり、こうして日本の資本家は自ら国内市場を貧弱なものにしてきたのである。で、結局資本家は外国市場を手に入れることに全力を傾けた。そしてこれを有利に解決するためには、武力に訴えるのが日本の支配階級が取った常套手段だったのである。自分たちが声太るために彼ら支配階級は戦争を計画した。品を制せんと欲せば、まず満門を制せざるべからず、いわゆる田中覚書の第一期計画に相当する満州事変を、当時日本政府は昭和6年9月18日、奉天北方柳条港の鉄道線路が品軍によって爆破されたので、我が方自衛のため軍を進めたと発表したが、実は昭和3年の張作霖の列車を爆破した時と同じように、関東軍によって仕組まれた猿芝居であることは今日すでに明らかになった。満州を奪い取るための基本的な計画を審議したのは昭和3年6月に開かれた東方会議であって、田中義一、森鶴、荒木貞夫、
小磯国明、南二郎、松井岩根、鳩山一郎などが主な顔ぶれとして熱心に相談し合った。ところで当時国内は東北地方の凶作と農業恐慌の波に同時に襲われ、繭の値段は下がるし、飢えと借金から農民は娘を売って命をつなぎ止めようとし、巷には失業者の群れが氾濫し、自殺者は増え、人民大衆の生活は不安のどん底にあった。支配階級はこの人民大衆の窮乏を救うためには何一つ積極的な対策を講じなかったばかりか、かえって戦争に国民を駆り立てることによって国内不安の爆発の吐け口を満州の矢に持ち込んだわけだ。共産党やその他の進歩的な労働団体や文化団体はこの日本人民と支那民衆を苦しめる無謀な侵略戦争に反対して勇敢に戦った。もしこの時日本の多くの民衆が正しい言葉に耳を傾けて支配階級の野望に結束して反対したなら、歴史はおそらく今日の我々の苦悩を導きはしなかっただろう。しかし実際はこの正しい声を人民大衆に聞かせないために、支配階級の犬特攻警察は治安維持法に武装されて侵略戦争反対者を片っ端から検索したのであった。当時の犠牲者、人民のために戦って特攻警察に殺された小林武二、事件は軍事インフレを煽って民衆の苦悩とは対照的に国内の資本家を太らせた。また軍隊の後を追って津田信吾、鮎川義助などの新興財閥が満州に進出して次の戦争計画のため膨大な軍需産業を起こした。このように日本の満州侵略は資本家を太らせはしたが、人民大衆の苦しい境遇を打開する点では政府の宣伝にもかかわらず全く効果を上げなかった。例えば開拓農民は寒冷地で捨てられた猫の子のような窮乏の生活を送った。このように一般人民大衆は戦争の結果全く利益を受けなかったどころか、事変に伴う膨大な戦費に対して不相応な税金を支払わされたばかりである。さらに支配階級はドイツ・イタリー等の侵略主義国家を真似て戦争が最もしやすい国家体制を作るために努力した。陸軍パンフレットに曰く、戦いは創造の父、文化の母であるといった調子で、その黒幕指導者、平沼喜一郎は国本社を率いて、反民主主義、国体名調運動を起こし、橋本金五郎や大川周明らは、少壮軍人を操って、暴力ファッション革命を計画した。ここでもまた共産党をはじめ民主主義者の一団は人民大衆の平和と幸福のため勇敢にファッション支配階級と戦い、牢獄の中ですら戦いをやめなかったのである。これに対して西尾末広らの社会民衆党があっさりと民衆の利益を裏切っていち早くファシズム陣営に転向していった事実は注目に値する。
さて、ファシストの犠牲になった滝川法学博士は当時を回想して、昭和8年5月、私の給食問題に端を発したいわゆる兄弟事件では、時の文部大臣鳩山一郎氏は勇敢に自由主義学徒を弾圧して軍部と右翼反動勢力に呼応し、その後の侵略戦争に基礎を作る結果となりました。さらにファシストは昭和8年の515事件、昭和11年の226事件等を計画的に遂行してファシズムの強化を図った。226事件では日産財閥の政治代表者であった久原房之助が反乱軍に軍資金を提供したと言われている。さらに日本の支配者たちは昭和11年11月、日独防共協定を結んで侵略戦争準備万全を期した。昭和12年10月、松岡小牧氏らはストライキの放棄をスローガンに労働組合を侵略戦争に協力させた。しかし国内の本当の民主主義者たちは人民宣戦運動を展開し、侵略戦争に強く抗議したのであるが、弾圧はさらに激しく、ついに人民大衆は物を言う自由を全く奪われてしまった。世界を征服せんと欲せば必ずまず品を征服せざるべからず、田中覚書の第二期計画に相当するこの品事変を、当時政府は昭和12年7月7日未明、我が軍は北支盧溝橋付近で品軍の不法射撃を受け、自衛のため応戦中なりと発表し、ついで上海において大山海軍中尉が品保安隊に狙撃されたりと発表して、事変不拡大方針から拡大方針に進むうってつけの口実と機会を捉え、予定の行動、品侵略の聖戦を推し進めていった。聖戦は南京に展開された。婿の品住民2万の男女と子供が4週間にわたって殺戮され、町は血の海と化し、切り刻まれた肉片が散乱している。当時の状況を録音によって再現しよう。責任者松井岩根、支配階級と野心家が戦争を賛美するのは、戦争によって名誉を得、戦争によって儲かると思うからに違いない。ところで例の児玉義雄の時は海軍と結託して32億円の富をつかんだという。一大軍備計画をチャンスに巨大な利益を得た財閥の一人、中島竹平、石原浩一郎は南洋に鉱山と海運等を経営しているところから明倫社を率いて右翼グループを踊らせ、戦争を太平洋上に広げることに努力した。財界の大御所池田製品は加谷、石綿、青木らの大蔵大臣を手先に使って侵略戦争を裏で指導した。侵略戦争と財閥、これはまさに紙の裏表である。ところが一般人民大衆は支配階級とは全然逆で、事変の長期化に伴い何もかも失う一方であった。税金はどんどん上がるし、生命は奪われ、
農村では人力も馬も作物も強制的に持っていかれ、老人と子供だけの畑仕事では生産は減るばかり、農村は全く火の消えたように寂れていった。国民が疲れ切っているにもかかわらず、日本の支配者たちはヨーロッパにおけるナチス・ドイツの侵略戦争と相抗して、さらに世界征服へのプログラムに向かって前進するため、日独伊三国同盟を結んだ。今回のこの条約は世界侵略戦争の第一着手として締結されたのであるが、その条約調印式の日、東京の祝賀式場では松岡外相が次のような放送をした。今回のこの条約は世界平和を将来する第一着法として締結されたのであります。旧秩序の牧師は真の平和を樹立する道では断じてありません。世界情勢緊迫の折から国民の予防を総研に明報ドイツに使いする大島大使の壮行会は1月15日日比谷公会堂に開催。松岡外相、末次大将、遠山満氏、徳富祖豪氏、オットードイツ大使らこもごも立って大使を激励。初めて相会す松岡外相、ヒトラー総と互いに親愛の情を込めて固い固い握手が交わされた。ヒトラー総と松岡外相、大島大使ら肩を並べてバルコニーに現れた。講和の主団体を打って一丸とする大日本講和同盟の結成式が7月6日東京日比谷公会堂に行われました。まず松井岩根大将の誓い。我らは大日本講和同盟の綱領に起立し、国民の総力を結集して、もって共栄圏確立の天領に六三し立ちまつらんことを誓う。ついで東洋文化の交流を促進せんとの宣言、首相代理、陸海軍大臣らの祝辞があり、太陽翼賛の熱情に場内は沸き返りました。天皇陛下、ほら昭和16年7月16日、最も戦争愛好的な内閣、東条内閣が成立した。そしてこの党を首相に推薦した大臣木戸幸一。太平洋戦争は、例の田中覚書の中の、インド南洋島の諸民族は必ず我に降伏すべく、世界をして東洋は日本のものたるべきことを知らしめん、これ明治大帝の遺作なり、という第三規定学に相当するもので、ついに昭和16年12月8日未明、天皇の軍隊の一方的な武力行動によって開始された。この初攻撃の前日、すなわち12月7日、ルーズベルト大統領は天皇陛下宛に、日本軍が仏印から撤退することは、南太平洋全域にわたる平和を保障するものと思う。陛下ご自身もまた世と同様に考えられると信じて、という言葉で結んだ電報を送って、平和的解決を熱心に天皇陛下に訴えてきている。それにもかかわらず、thank you.
こうして騙し討ちをやっておいてから宣戦の通告が春国務長官に手渡された。卑怯な騙し討ちをやっておきながら天皇は、帝国は今や自分自衛のため決然たって一切の障害を破砕するのほかなきなり、と例によって自衛のため云々と紋切り型を振りかざしながら侵略戦争を防衛戦争らしく見せかけた。勝った勝ったで大喜びの天皇陛下には侵略軍将兵に誘惑なるお褒めの直後を賜る。国民諸君もまた己の身を顧みず、主君の見立てたるの光栄を同じようされるものと信ずるものであります。およそ総理の要決は実相の信念を堅持することであります。建国2600年我らは未だかつて戦いに敗れたことを知りません。この史跡の解雇こそいかなる強敵をも破壊するの確信を生ずるものであります。バターン陥落。日本軍は捕虜をバターンからサンフェルナンドまで85マイルの灼熱の道を歩かせた。捕虜は食物も与えられず殴られ突き刺された。勢力が突き果て道に倒れた時撃たれた。トラックやタンクに押しつぶされた。この行進中に死んだ者7700人。フィリピンにおける残虐行為の現地最高責任者本間雅治。御陣は沿線にあると十五にあると問わず、御陣を有するあらゆるものを大君にささげ奉てまつるのは御陣の本望であって、死して余裕あると言うべく、そしてまた御陣必勝の信念のよって湧き来たるゆえんでございます。団長安藤国務大臣を先頭に労働の行進を行う翼賛総連団、平時万歳を奉奨して大政翼賛の誓いを新たにする。諸君が国策に従って従来の職域を捨てて、この新しい職域において元気にご奉公になっているということを社長から聞きまして、非常に愉快に感じると同時に、ぜひ諸君に親しく会って諸君を激励し、また諸君がこの先輩業問題の先駆者として今後諸君の次に来たるべき人々の模範となって立派な手本を示し、これによって新しく先輩業をする人に力と希望とを与えてもらうように私は心からお祈りするわけであります。三国のアコードたる諸君はようやく学校より捨てたびつけ、祖先の威風を高揚し、あだなす敵を撃滅をして幸運を武力し立てまつうの日は今日なのであります。情報局講演のもとに日満か三国の文学者一堂に会す大東亜文学者大会は、明治節の良き日を期して東京にその輝ける発会式を挙げました。我らアジアの全文学者、日本を先陣とし聖書を一にして偉大なる日の東洋に来たらんがため力を尽くさんに宣言する。昭和17年11月5日大東亜文学者大会。
局が怪しくなってくると、憲兵と特攻警察はデマ取り締まりと称して極端に言葉の自由を奪ってきたが、この頃がまた大本営がデマ戦果の発表を盛んにやり始めた時だ。神風特別攻撃隊、アメリカ機動部隊、ハルゼー第三艦隊、キンケイド第七艦隊を襲う。特攻機の大部分は目標に達しないうちにこんな具合に次々に撃墜されてしまった。アメリカ空軍の強襲。しかし敵もまた死に物狂いの決戦である。艦載機を飛ばして我が海上部隊を猛然襲うであろう。攻撃機体の外貨を待ちながら我が方万全の備えを定む。我が方に資金弾を投下。敵弾により我が飛行甲板に損害を被る。されど敵弾の最中に消火成功。敵機はおびただしく撃墜された。空と海の激戦は終わった。死を恐れぬ我が艦載機は実によく戦って帰ってきた。燃料をほとんど使い果たし、母艦への着艦を諦めて両艦の傍らへ着水するほどの頑張り方であった。カッターを下ろしてそれらの有志の救助作業は迅速に行われるのであった。この日、連合艦隊は日本国民の知らない間に壊滅してしまった。大本営発表。昭和19年10月27日16時30分10月24日より同26日にわたる志賀艦隊の飛行闘争海面の戦闘における戦果並びに違い次のこと指揮総合戦果敵地航空母艦巡洋艦艦隻駆逐艦2隻輸送船4隻以上撃破航空母艦7隻戦艦1隻巡洋艦2隻撃墜約500機に我が方の損害艦艇航空母艦1隻巡洋艦2隻駆逐艦2隻沈没航空母艦1隻救破飛行機1艦126機右のほか各26日発表のごとく令和においてこ
戦艦一隻沈没、一隻中破の損害あり、中、本戦闘は、自立戦の地大戦とこそ、陛下から、勝ち組が急のお言葉をいただきました。体当たり地は大変よくやって立派な成果を収めて、身命を国家に捧げてよくもやってくれた、こういうお言葉をいただきました。第一線にお伝えをし、そのお家族にお伝えをしました。この機会にお伝えをしました。その勇士の手をしっかり二つの手で握りしめる人、陸軍航空部隊指揮官富永中将、祖国の民一億の地に伏して捧げる感謝の心がその二つの手にはこもっている。今や陛下の軍隊はその残虐性を 100% 発揮し出した。例えばマニラ放棄にあたっては町を焼き住民を殺せなどという軍命令が出された。当人を殺すのは極力一箇所にまとめて弾薬と労力等を省くごとく処分せよ。死体処理はうるさきをもって焼却予定家屋、爆破家屋に集めて殺し、あるいは川に突き落とすべし。全住民を収容するに足る家屋内にこれを収容し、食事はもちろん水一滴をも与えるべからず。また日記に曰く、男子は全部殺すようとのことだ、今度の討伐は見ものだ。今や戦局は極めて重大であります。この未曽有の国難を突破するのには、ただただ国民が対話一致、敵米英の反抗を撃退するに存じます。先に天皇陛下には伊勢の神様に詣でて神風を吹かせていただくようお願いしておいた。それなのに、11月22日、陸
陸軍大将荒木忠興出頭。続いて同日、全国旅会士官葛生義久氏も出頭。翌23日、元総理大臣陸軍大将小磯国昭氏出頭。11月26日、前中尉大使白鳥俊夫氏、次々と拘置所に収容されました。しかし、侵略戦争に人民大衆を駆り立てて、今日の飢えと窮乏のどん底に陥れた戦争責任者は、この他にもまだいるはずだ。事実、侵略戦争中、責任ある立場にあった人々の多くが、今や売って変わって、慌てて平和主義者になりすましている。正義と文明を破壊する不愉快な侵略戦争を、二度と再び繰り返さないためにも、我々国民はこの問題を真剣に考えなければならない。いや、すでに人民自らの中から戦争責任追及の声が高まってきている。例えば、戦争犯罪人追及人民大会が東京神田の調律行動で行われ、犯罪人追及の論議が展開されるとともに、1004名に及ぶ犯罪人の膨大なリストが発表されました。国民代表の岩本明子さん、国立攻撃隊を思え、そういって彼らは私たちを工場労働に無視したのであります。しかしながら特別攻撃隊の本質は何であったか。それは私たちの最も愛する肉親の生命を一点の砲弾を一石の軍艦にやすやすと交換した天皇先生の罪悪の集中的表現